矢野浩二は、日本の財務官僚。内閣官房長官秘書官、財務省大臣官房審議官、財務省大臣官房長、財務省主税局長、財務省主計局長等を経て、財務事務次官。山口県下関市出身。山口県立下関西高等学校を経て、1985年、一橋大学経済学部卒、旧大倉市入省。 大臣官房文書課配属。三隅隆一橋大教授は、高校、大学の同期。小樽税務所長を経て、国税庁長官官房課長補佐として、定員配分見直しや、行政手続き法適用除外のための働きかけなどを行った。ハーバード大学客員研究員を経て、1994年から、証券局課長補佐を務め、 毎日泊まり込みで働き続ける生活を送り、金融ビッグ版証券版をほぼ一人で策定したことで知られている。一般会計の歳出、歳入の推移のグラフにおいて、歳出総額の増加と税収の減少の折れ線グラフをワニの口と例えたことで知られている。人事担当官房企画官、主計局主計企画官、主計局厚生労働係、主税企画官、 主計局調査課長を経て、2007年により、内閣官房長官秘書官として、町村信孝に仕え地ぐを得た。続く、麻生内閣でも、河村武雄のもとで、内閣官房長官秘書官。民主党政権時代には、与謝野薫経済、財政担当大臣権社会保障と税の一体、改革担当大臣の不安のない社会保障制度を確立するためにと掲げた。 目標に共鳴し、消費税率を8%、10%へと上げる3、統合意の成立に貢献した。その後、菅義偉各内閣官房長官秘書官、主税局担当審議官を歴任。この間、村尾信隆監修官西学院大学エグゼクティブコース講師も務めた。2017年7月、財務省大臣官房長に就任した。 2018年4月に入り、福田純一前財務事務次官による、テレ朝女性記者に対するセクハラ疑惑がスキャンダルとして、報道が加熱する中、4月18日に、福田が辞任。時間辞職に伴い、矢野が、事務次官事務代理を務めた。財務省官房長として、セクハラ疑惑の事実に口をつぐみ認定も否認もしなかったが、 同年4月27日になると移転して、官房長の矢野と伊藤豊官房秘書課長らが会見で十分な反論、反証がなされていないとして、全時間によるセクハラ行為を認定して調査を打ち切った。2019年7月より財務省主税局長、さらに翌2020年7月20日より主計局長に横滑りした。 この人事は消費増税計画を控えて配置された田中一歩以来で戦後二人目。大田光財務次官の次の時間最有力になったが、入賞同期では藤井岳氏と壁哲夫の二人が早くからの時間候補とみなされていた。元より財務省には旧大倉省以来旧政一、河野基風を引きずる番からであるの文化が根を張っており、福田元次官、 佐川千久し元国税庁長官ら82年組入賞のツートップを張る二人の騒動もそうした中で正規したものと指摘されている。官房長時代に上述のセクハラ騒動に対処するためパワハラ防止のための360度評価を導入した。この過程で藤井と時間就任が本命視されていた壁が外れ、ダークホースの矢野が直時関西有力に浮かび上がった。 2021年7月8日、財務事務次官。一橋大学出身初の財務事務次官。田中一穂の直系の弟子であり、財務省内でも厳格な財政再建論者として知られ、原理主義者と評されることもある。また、自分が正しいと思ったら、上司でも政治家にでも直言する人物だともされている。週刊誌にポリ袋ハンターと写真付きで紹介された人物でもある。 2021年10月8日発売の月刊誌文芸春秋に矢野が寄稿した記事において新型コロナウイルス感染症の経済対策にまつわる政策論争をバラき合戦と表現。このままでは国家財政が破綻する可能性があると主張した。一般職の公務員である事務次官が在職中に政治的な意見表明を行うことは異例であり、 閣僚や国会議員が発言に対する意見を述べるなど波紋を広げた。官房長官の松野博和は11日の記者会見で財政健全化に向けた一般的な政策論について私的な意見として述べたものと承知しているとした上で政策の実行にあたっては政府与党一体となって取り組むことが重要で色々いろいろな議論をした上で方向性が決まれば 関係者にはしっかりと協力してもらうことが重要だと述べた。六丸と呼ばれ優秀な人間が揃っていると評判の木だった。ありがとうございます。